宝蔵王は、高栗の第二十八代、最後の王。聖は高、忌名は蔵または、宝蔵先代の境留王の弟の王美王の子で、六百四十二年に、境留を押し逆した、不違祖分によって王位につけられた。彼を最後に高栗は滅亡したため、送りなされず、忌名のまま、宝蔵王と呼ばれる。子には、男服、徳王忍武氏。 呂武、蓮などの名が文献に見られる。政変を起こして権力を握った不違い祖分によって王に擁立されたので王としての実権を持つことはできなかった。在位中には天才地変が頻繁に起こり不違い、祖分の主張によって同居振興策を実施した。党と結んだ白木とは敵対関係が続いていたがくダラとは緊密な関係を維持した。 党の高栗出兵では、初めのうちは前線し、大層が申請した第一次侵攻は撃退した。しかし、高層の代になって、党が戦略を持久戦に転換すると、国力の消耗が著しくなり、その結果として、離反や内紛が相次いだ。660年に、くだらが党に滅ぼされると、白木と党が後輩からも攻め寄せる形となった。 666年の淵街、祖文の死後に、その、密子の後継争いが生じ、淵男生一派は党に投降しその先方となった。淵街、祖文の弟の淵浄土は白木に投降した。こうして668年の第三次侵攻で、平安朝安城を落とされ、ここに高栗は滅亡した。法像王は党に投降して、長安に連行されたが、 政治の責任は王になかったとして処刑されることはなく、党から司大らを常吐く、因外同盟に任命された。その高等が朝鮮半島の経営を放棄せざるを得なくなると、これに伴って両党地域には動揺が生じた。そこで、党はこれを抑えるために677年に、法蔵王を両党州ととく、朝鮮王に任じて両党に帰らせた。 ところが、宝蔵王は、党の意に反して、高栗流民を救護し、末活と内通して、高栗復興を図った。これが発覚すると681年に、州に流され、682年頃死去したとみられる。高僧は見事と乗りして、宝蔵王の遺体を、首都長安に送らせ、突血の血離河岸の墓のそばに葬らせた。ありがとうございます。